日本のカレーを食べてびっくりしました。あ、3分です。今日も土曜日朝、授業しに新宿まで来ました。というわけで今日の動画は後でまた撮ってみたいと思います。新宿高いビル僕に合わないかな。行きます。あ、すみません、なんか YouTube やってるものなんですが、はい、なんかお店で7時間で僕だけ撮りながら、はい、動画ちょっと撮りながら食べてもいいですか。あ、大丈夫。ありがとうございます。日本カレー専門店、何が一番人気ですか。カツカレーが人気。あ、これお願いしてもいいですか。はい、150円。はい、あ、はい、ご飯の量もいろいろ思い出きますけど。あ、おもりおもり、はい、おもり。なに、わぁ、なんかこれもかわいい。あ、このようなカオさんの店大好き。これも好き、なんか子供になったような気分。手作りのカレーですよね。ああ、ここ置いてんじゃないの。日本一のカレー、カツカレー。ああ、話したいな。この前ここで食べたんですけど、すごく美味しかったのでまた来ました。今度また来て仲良くなります。福神漬け。これは、ラッキョウ？ニンニク？あ、ね、これ最近知ったけど、これ今まで生姜だと思ったんですけど、福神漬けですよね。わー、最高。はあ、ね、本当にカレーの味が濃ゆい、濃ゆい。なんだかトマトの味とブラックペッパーの味と、なんか濃ゆい、わからない、濃ゆい。このカレー本当におすすめです。これならずっといける。あとなんか新宿になんか高級な店とかなんだか居酒屋とか多いでしょ。しかし新宿にこのような雰囲気の店本当にいい。福神漬け大好きです。福神漬け愛してる。やっぱカレーと福神漬けとご飯最高ですよね。うん、あとなんか僕が今まで食べたことないこのようなカレーの味だったので嬉しいか。しかないじゃん。ああ、日本に来てよかった本当に。このカレーなら毎日切るわ。他のお客さんがモザイク。ごちそうさまでした。すごく美味しくて、すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このような感じ。この水でした。
苦しい。あ、しかしすごく美味しかったな。なんかおっさんってお姉さんが呼んだけど僕だと思ったらびっくりした。正直ココイチも美味しいなんですけど、僕が今食べたお店がなんか個人的に僕には最高です。すごく美味しい。わあ、僕はまた頑張って、まああちこち散歩してみたいと思います。まあじゃあ次の動画で会いましょう。じゃあね。じゃあ、私この前来た喫茶店なんですけど、え、なんだ、はあ、懐かしい。じゃあ皆さんこんにちは、サンバです。今日はですね、この前板橋駅に来たんですけど、なんか営業時間じゃなかったので食べなかったんでしょ。今日また来ました。じゃじゃじゃん、昔の喫茶店。すごく緊張です。行ってみようか。ここか。タイミングが、タイミングがどうしよう。この店か、お客さんが多い。ここはどこだろう。どうしようかな、どうしようかな、ここまで来たのに。たこ焼きの店何？聞いてみようか。待って。すみません、なんかお持ち帰りしかできないですか？お持ち帰りだけ。ああ、そうですか。あ、なら、お持ち帰りお願いします。箱お願いします。あ、今できる。あ、そうですか。あ、わかりました。あ、今度また来ます。はい。あ、どうしよう。今日はなんかこのまま家に帰ろうか。どうしよう。